ビバント考察、安倍博士、野崎の携帯画面には何が、第8話終了時。未回収の謎、9つ。ジャミーンは、奇跡の少女、小日向文夫、長野専務の不敵笑みも。以下、ビバント、第8話までのネタバレを含みます。第9話が放送される雅人、49主演連続ドラマ、ビバント、TBSK 謎が謎を呼ぶ展開、それを考察する面白さから社会現象を巻き起こしている本作も、いよいよ最終回が近づきつつある。リバントは、で、自衛の一員である乃木友女、酒井、を主人公に描かれる、半沢直樹、で演出を務めた TBS の福沢勝夫氏が原作、監督を手掛けるオリジナルドラマ。第9話ではテロ組織、テント、 創設者で遊女の父親であるノゴンベキ役所工事の過去が明らかになり、テントについても真の目的が明かされると予告されている。第8話では、前回第7話の別班に襲撃されたロシアの反政府組織を発見した現場で意味深に描かれた警視庁59のスマホが震え、 上着の胸ポケットから出したスマホの画面を三田野崎が驚愕したような表情を浮かべたというシーンの謎が回収されておらず、もやもやを残したまま。これに限らず、ビバントはまだ多くの謎がそのままになっており、全部できるのか、と、少々、心配になってきている視聴者もいますね。テレビ市編集者、イカドうまず、 1> 第1話から物語の中心にいる少女ジャミーンには、未だに謎が多い。一つは、ジャミーンとテントの関係性です。第4話でジャミーンを示唆する写真が登場していたことや、べき役所が第1話でジャミーンについて退院後は我々で面倒を見ると語っていたことから間違いなく何かあるのですが、それが描かれていませんよね。 ベッハンの桜井里美司令、木村緑子、61課いいか、奇跡の少女日本サイドからも重要視されているジャミーン。どんな経緯でこの謎が明らかになるのか、気になるところだ。また、このままでは終わらないだろうなと言われているのが、乃木の勤務先である丸菱商事の長野俊彦専務です。 第4話を最後に超演技派でこれまで何度も黒幕など重要な役を演じてきた小日向文代さん69ですし、何よりも明らかに不審な2つの描写があったのに、そのままフェードアウトするとは思えないですよね。長野は乃木で堺の過去を根掘り葉掘り、乃木のもう一人の人化観を抱くくらいに詮索してきたこと。 第4話で野崎の取り調べで自身の別班疑惑が晴れた際、非常に意味深な怖い笑みを浮かべていて、それが演出でも強調されていたことから。そういえば長野専務ってあのままフェードアウトなんてことはない。女の旦那さんかなと思ってる。ただの不倫おじさんで終わるわけがないし、どうしよう。別班の最高責任者だったら。 友情を助けた洗浄児ではないのかな空白の2年、薬物治療の構生施設入所はフェイクだと思う。といった声が SNS にも多く寄せられている。